これは飲んじゃう。飲んじゃう。飲んじゃう。セガのソリートです。どうぞご覧ください。はい、ということで前回は光屋さんっていうところに行ってきたんですけども、まっすぐ行くと今回は焼き鳥スタンド創業40年のタレの味、2軒目はこちらに行きたいと思います。こちらも酒飲んでるんですけれども、またこれからまた食べて飲んで立ち飲み系ですね。はい、はい、じゃあ早速参りましょう。はい、ということで注文していきたいと思います。鮭に指原は書いてますね。つなぎがちょっとよろしく。自分で伝票つけるシステムってね、聞きました、うん、すごいいい。キャプチャー入ってどんなのだろうか、ちょっと話してみよう。へぇ、初めて見た。じゃあこれにしよう。いただきます。キャプチャー入ってレモン、レモンとこなる無糖レモン、マジでうまい。氷結の無糖、これ一時期ハマってたな。あとこだわりも大好き。つなぎもいる人。はい。単勝。単勝今ない。単勝ない？うん。じゃあ白欲しいな。白。塩？タレ？タレ。ビールもらおうか。もつ煮串も。そうですね。わ、ひな肉美味しいね。タレ。しかない。あと。野源。つなぎ湯気も欲しいが参加する。一旦これでこちらで。はい、お願いします。じゃあその間乾杯しますか。うん、いただきます。こいつすげえめちゃめちゃ余ってて、7%、7%、9%があるんだよね。氷結グループ最近氷結グループルーさんの無糖が出たんで、ね、へー、美味しい。これあ、うまっ。噛んで飲むあたりもまたいいよね。最高だねそれ。手羽先を、手羽先って1本で1手羽先です。じゃあそれ2もらっていいですか。ごめんなさい、追加ですいません。これも浅漬けになってます。最高だ。祭りっぽいよ。お祭りみたい。うわー、うまっ、うん、うわいい感じ使ってある。おいしい。そのうん、うわっ、いいよな、言いつけ具合。うわっ、うまい、うまい。あ、もしもし、ラジオ。いいよね、いいよね、言いつけ具合。うまっ、最高だ。あー、よし、これはいいよね。浅漬けってさ、なんかつけすぎちゃったりとかして、しょっぱくなったりとかするよね。ちょうどいいな。キュウリってカリウムがあるから、あの、むくみ防止なんで。へぇー、キュウリいっぱい食べな。うまい。あ、マスター、余計好き。チーズとシチューが両方あるの嬉しい。あ、わ、コリコリすごいね。音でわかる。あ、うまっ。七味がいい。音でわかる。七味がいいわ、音ではわからん。さすがに。お手伝いでさ。たまにはこうして肩を並べて飲んで。大好き、オーバーツナイト。わ、懐かしいよ。オーバーツナイトだった、オーバーナイト。うまっ。わっ、うわ、絶対美味しいやつやん。しかも、うまいな。うわ、おいしい。おいしいよね。おいしい。ブリッド感があるよね、うん、これもう、あと一本ずつだろ、お前。
うまい。つなぎめちゃくちゃうまい。うまいな、うん、飲んじゃう、飲んじゃう飲んじゃう飲んじゃう、うまい。あれがすごい楽しみ。うわ、白木鍋だ。なんでこの間もそれこそライブ配信で急にカミングアウトした彼氏さんと、昔私がデート企画の時に連れて行った店行ってましたね。だな、時間のさ、デート企画みたいなやつ、うんうんうん、で、その時に僕が連れて行ったサンドイッチ屋さんみたいなのがあって行ってた。ちなみにもう場所変わってた。あ、変わってたんや。いいとこになったんじゃん。あ、広になったというか、なんか売れて構えたね、店構えたうわ、美味しいもん、あれ。あ、こういう感じ来るんや。めちゃめちゃいいやん。あれはお客様の話だね。まあまあ大丈夫です。え、すごい、レバーたっぷりで最高だ。これはでもまだ熱々やから、うん、それこっち行こうか。で、僕レバーで行こうかな。レバー大好き、レバーから行こうか。で、しかもタレが今回初タレ、40年の受け継いだタレ。他部屋ああ、大好きなタレです。めっちゃうまい。ちょっと食べたらそんなこと言われたら。このタレめっちゃうまい。いいよね。一応こっちにもカメラあるからね。確かに草的に。美味しい。めっちゃ美味しくない。うまっ。パカンは、もんじゃうやつや。こういう焼肉のタレってさ、市販で売ってないよね、本当にね。焼き鳥のタレが、うん、なつさん焼肉のタレこういうさ、焼き鳥のさ、タレってさ、市販で売ってないよね、こういう味。売ってたらもう、やばいじゃん。タセだって売るけどね。こうつけることによって、その具材からの出汁というか、うんうん、あれがやっていくから、こう、引き継いでくるよね。あ、なるほどね。無限団子とか美味しいと思う。うん、まあ腹いっぱいになってもないとずっと食べちゃうね。 BTS のメンバーも好きだと思う。そうなの。ブラックピンクのメンバーとかも好きだと思う。あ、好きだと思うね。あれだけどさ、顔があってさ、多分こういうとこ来れへんねんやろうけどさ、来たら来たら絶対いいよ、ね、なかなか来ないじゃん、絶対は。スーパーしまっちゃうんだな。いや、美味しい。わあ、絶対うまい。食べるい。さっき、あの、なんだっけ、ないよね。つなぎ食べてるシーン取れてなかったんで。どうぞ。これ、このまま食べるのかな。ね、パリッと音が聞こえたね。ドッカバの皮のとこパリッとしてる。うんふん、出てました。刺しならが美味しいの食べた時に全穴開くやつ。美味しい。肉の美味しさが、肉汁が食べてる。うん、もうだってすでにここにね、肉汁が、これはうまっ。楽しいやつ。これはゆうきさんも行くべきですね。僕が頼んだからいいね、いいわ。なんでこういうのが、あの、新宿とかにはないんですかね。支配りのお店が多いじゃない。うん、本当に作ってほしい。多分まず新宿は絶対買うよ。こういうの食べてると、あなたがお酒飲みたいなってならへんねん。正直なる。めちゃくちゃなるけど、ゴラハも仕事あるし我慢中や。うわいや、しまったね。なんか十条の商店街に初めて行ったから、惣菜屋さん多いね。なんかね、すごい暮らしやすそうな。すごい
初見じゃないからな。めっちゃうまい。うまいよね、手羽先。ちょっとあの皮目がこんがり焼いてるから、うん、若干この焦げの風味も相まってめちゃめちゃうまい。白の相まって、香ばしさが出るやん。うわ、白のさ、焼いた方がパリパリ感が好きだから。うーん、やっぱ美味しい。うん、食べたいね。食べたいんけど、もしもの時にちょっと怖いなっていう。キスで出たこのもしもの言うと、もしものよ。ないんですけど。なぜもしものこと考えたら、いや、分かった。すごいね、リピートアフタミーが、さっきから。でも、達也は、ニンニク食べる時、迷いなく食べるよね。カーテンも食べてる姿見えへんね。キスする時。強いよな、ちょっと言い方がな、ちっちゃいつに。キッスする相手がさ、もし出てきた場合さ。出てきた場合って、あんたの場合はもう、クレジットしかおらへん。ライブで言っただけだから、他で言ってないから。それはあかんねや。どこだわりやねん。確かに。時間ずっと見た人じゃないか、わかんねん。ああ、確かに。なるほどね。うまっ。飲めば。いや、そういう企画やから。何が起こんねん、急に。入れちゃったよ。さ、待つよ。うん、シャツしよう。筋肉痛。ゆきさんは何行く？ちょっと私に先に話して。うん。夏が終わり。普通に歌うのやめてしかまだ春やから、まだ夏終わってねえのに。つくねのタレとかもめっちゃ美味しそうだよ。つくねー。さっきの中だね。つくねーよね。初、塩。あと塩ハンバーですか？2本。はい、かしこまりました。次どうぞ。やげん。やげん。塩でいいですか？うん。いいかしこまりました。つなぎ、つなぎ、うちで、もう一枚、全部で2本ですから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと俺も、山田さんは、はい、かしこまりました。こっち、はい、次どうぞ。これは、これ大丈夫ですか？これは、そうですね。レバーとか結構ですか？うん、レバーまだ。食べたのでもないですけど、いいですか？ももタレ1位。ももタレ、はい、かしこまりました。つくね、つくね、効果。つくね、1本いいですか？つくね、大丈夫ですか？大丈夫です。つくね、もし多め、結構大ぶりやったらちょっと食べて。結構ね、あとですか、ね、うん、あ、本当ですか？1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、13、14本で、はい、かしこまりました。ありがとうございます。ほんとに。ありがとうございます。やったやん。くれたで。ん？嬉しい。そういう大好き。ありがとうございます。あ、おいしい。うん。ショコラだって。え？ショコラタン。最近あだ名ショコラタンだった。ボンブランタンね。あ、私ボンブラン。ボンブランタン。ボンブランタン？以上、ゆきさんは？シナモンタン。やったらショコラタンなんや。キャバ嬢が犬につける名前シリーズ。キャバ嬢ってさ。はい、ありがとうございます。つなぎや。キャバ嬢ってさ。あ、つなぎを差し上げたの。あ、そうそうそう。聞いてる？うん。キャバ嬢ってさ。犬にさ、洋菓子つけるとかさ、猫、うん、にはさ、和菓子つけるよね。あ、和風だね、確かに。お餅とか、かね、わらびとか、確かにね。タレ美味しい。いや、タレ初？うん。タレ美味しい。ありがとうございます。わかんない。苦しいな、苦しい。タレ初です、ありがとうございます。タレ初？うん。もう、もう。美味しそう。うん。どういうこと？何食べてるの？あ、そう。もらっていい？そうでいいよ。これも1個でいい。このカードどうだった？これは2番目食べてる。もう結構もらってるな。だいぶ食ったよね、今日。うん、
まあ、こういったこと多分うまっ閉めてる閉まってるいい感じ美味しいとポケモン食べちゃうからさ、うん、美味しいとバクバク食べちゃう、後ろからバレちゃう、シャーベツみたい、うまい、うん、初めて知った、静岡じゃん、それうまい、日本プレミアムやで、プレミアムなんついてみーな、そんなに当たり前にうまいよ、そうなんだよね、プレミアムモルツよりもアサヒスーパードライ派なんですよ、わかりますよ、マジでしょ、ビール工場券ができたら、ね、テニスとアサヒスーパードライか、アサヒ、一番便利なアサヒが好き、アサヒが出る、立ち上げてもらおうかな、いい、まだ出ます、立ち上げてもらってよ、いいよ、そんな、いただきます、美味しそうな顔してる時が一番映ってるよってね、うん、私の顔がでかすぎてゆきさん隠れる、それはかっこいい人の象徴、うわ、薬せんやだでもなんか前に見るだけでさ、なんか幼くなるで雑やって、なんか雰囲気が変わる、うん、本当、うん、どっちが好き、うん、どっちがいいんじゃない、うん、興味ないんだろ見ることもなかなか強いんだよ、あれはもちろん好みできるからいいよね、うん、これでさ、一人も疲れてさ、一人で言うて晩酌になったんだよ、一人でもいいし、二人でもいいじゃん、いや、いいよ、別にそうなんですよ、二人はあかんとか言ってへんかも、二人はあかんって言ったみたいな感覚で言ってくるけど、二人でもいい、だから別に否定して否定してるって言って、二人でもいい、一人で晩酌じゃん、そう、海はちょっと多いな、花見でもいい、あーね、一人でもいい、だからサングラスやると楽だよね、ラジオの話に引っ張らないのも楽に、この前に食べたかったんですけど、ああいう話をしてるよね、じゃあありがとう、でもさ、一人でもいいし、二人でもいいやば、何回もあとよ、皆さん、玄関の前にお花を置いてください、どういうところがあるでしょうか、お花を置いてそう、正解、あの人目の目につきやすいでしょ、綺麗だなって、目につきやすいかな、そういう泥棒って目につきやすいところに入り来ないかな、お前絶対置いてんねんな、お前の花どっちか、じゃあ置いてない、何か置いといて会話するやつやな、取るもんがないおいしい、うん、口切れそう、バナナの黒いところは収納スポットって言うんだよ、名前があるんだ、うん、優しいな、うん、参加して食べる作るんだ美味しいなって、うん、なんで美味しいな、なんでかなって、美味しいな、なんでこれは美味しいぞって、いけやる、あとガレガレ君が最近リニューアルしたね、言ってたね、でも何がリニューアルしたか分かんないんだけど、こだわった通りっていう、ガレガレ君が変わった、主人公変わった、そうじゃないの、あれだね、食べてまいよ、あんたって俺なんだよ、俺の、俺があんたって、うん、食べてまい、これがあんたなんや、私のじゃないよ、勇気のあ、勇気のこれ1個だけでいいの、あ、ちゃんといいよ、ところがお前のやつさっき、さっき頼んだっけな、あんま食べたよ、1本目食べてる、あの、口で巻きほらね、これ全部食った、だからもう1本買おうな、あ、そういうこと、これ白やろ、うん、うまっ、最高です、最高ですか、うん、家に熊食べたかったね、あれ見ながら風が強くなったら見たよ、なんか真ん中に乗りすぎじゃない、だからいいよな、はい、というわけで乾杯しよう、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、めっちゃ美味しかった
お願いします。美味しかった。まだ明るい。でかい声、びっくりした。びっくりしたね。いつもさ、この企画するとき、だいたいさ、夜になってるやん。暗くなってるけど、まだ明るかった。びっくりした。はい、はい、ということで、本日も十条焼き鳥スタンドで飲み企画やってまいりました。結構串も食べて、今2枚ずつ飲んで5000円、合計で20本以上は食べてるよ、ね、なのに、それでお酒も飲んで5000円。めっちゃ美味しいです。ごめんごめん、ちょっと足のストレッチしてる、筋肉痛やね、ごめんね。はい、はい、ということで次はあなたの町に訪れるかもしれません。おすすめのあの場所だったらコメントで教えてください。確かに、あの東京内というか東京近辺でよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、男は東京、女は愛嬌、おかまは最強。乾杯、疲労困憊、将来心配。ブス、あんたブスね、背負い投げ、のけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。